ください。はい。どのお花にしますか？どうしたの？大丈夫？なんか元気がないみたいだけど。悩みがあるなら聞いてあげるよ。親友とちょっとしたことで喧嘩しちゃったの。すぐに謝りたいんだけど、なんか素直になれなくて。それは困ったわね。そのお友達はお花が好きなの。だからお花を贈りたいんだね。素直にか。わかった。それならまずはあんたが笑顔にならないとな。そうだよ。笑顔になれば